インディ・ジョンのマキオン伝説ではですね、スピルバーグ、さらに一段進んで、採石場と洞窟と、あとクライマックスのトロッコが走り回るシーンというのがあるんです。この三つをですね、段ボールでミニチュア作らせました。それをですね、自分で、えー、ニコンのカメラでですね、撮りまくって、で、えー、美術監督とセットの打ち合わせをしたので、本当にこれでスムーズに撮影が行ったそうですね。ミニチュアなんですよ。実はクライマックスでトロッコで走るシーンって、ほとんどミニチュアで人物のアップ以外。レールがあってトロッコが走ってますよね。で、 この位置にカメラが乗っかってるトロッコがあるんです。この人たたり露出を測ってるだけなんですで。どういうシーンかっていうと、このトロッコの上の人物が動かすんです。それと同時にこのトロッコをこのレールに対して動かすと、なんかまるでその場でロケしたような絵が撮れるんです。こんな風にですね、エンディ・ジョーズのクライマックスのトロッコのシーンっていうのは、実にですね、ミニチュアをうまく作った撮り方をしてたんですね。中の人間が止まっているとやっぱりミニチュアにしか見えないので、 トロッコの上に乗せるカメラ当時なかったので、このスチルカメラですね。普通の2個、えっと、のスチルカメラを改造して映画フィルムを入れれるようにしてですね。これで撮影するんです。でミニチュアの上の人物はストップモーション業界のですね、レジェンドと言われるフィルティペット。 自身が担当して、だから動いてるトロッコの上で人物がさらに動いてるから、みんなあれは、あ、こういうセットがあって本当に撮ったんだって思っちゃうんですけど、実はあれ人形アニメなんです。人形アニメで一コマずつ撮っていて、それをさらに一コマずつ動きかしながら、ニコンのカメラで撮ってるので、まるで本当にその場でいるような臨場感なのに、実はミニチュアセットだ。そういうのを撮ってたんです。僕も確認してみたんですけども、カット割りがとにかく素早くて、ロングのショットで、あ、これミニチュアだろうなって思ったら次アップで、 顔が見えるといの連続でですねほんとバレないように作ってるんですけどもほとんどがミニチュアだと思ってみたら案外ね分かるので金曜ロードショーで見るときはその辺気にしてみたらかなり面白いと思いますすごい上手いなという風うに分かりますから